はい、どうもこんにちは、ケイです。今日はですね、ノコギリを使った剪定の正しい切り方ですね、紹介していきたいと思います。ちょっと今回この枝、切っていきたいんですけれども、ノコギリが必要な、太さの径ですね。で、剪定バサミとかだとですね、やっぱりこう太すぎて、切れないとかですね、そういったことがありますので、こういった、太さはノコギリを使ってほしいんですけれども、これも切り方があるんですよね。で、皆さんこう、切るときにですね、切り戻しを行うと思うんですけれども、ここから直接切られる方が多いと思いますけれども、これはですね、実はあまりやってはいけない剪定方法です。で、多くの人はですね、二度切りといって、この辺で一回切って、で、ここで切るということをされるんですけれども、ただ現在ですね、多くの文献で示唆されている方法は三度切りかな、はい、三段階法といってですね、実は二度切りよりもちょっと手間をかけるとさらによく切れるよという方法があります。ちょっと今回これをシェアするんですけれども、まず1回目ですね、切りたいところの、数センチ、幅を持たせてですね、下から切ります。はい、こういう風に一回下から切るんですけれども、これはですね、あまり切りすぎないで大丈夫です。このぐらいですね。で、あまり深くいくとですね、木の重さでノコギリが挟まってしまうので、このノコギリが挟まらない程度にですね、切ります。はい、こういう具合ですね。その次にですね、この下に切れ込みを入れた、ちょっと外側、からですね、切るわけです。ここが、いわゆる皆さんがやってる一度切り、この一度切りの間前にですね、下から切るという操作を一回入れるということですね。で、そうすることによって、はい、こういうふうに切り口が切れるわけなんですけれども、まずこのようにですね、一回下から切っておくことによって、切った後ですね、樹皮がですね、ここに裂けないというですね、そういった工夫が、なされているわけです。はい、これが、1回目2回目ということですね。当然ですね、この半端を残して、終わるのはもちろん良くないですよね。っていうのもですね、ここに養分とかですね、植物ホルモンが流れないわけですから、絶対に枯れ込みが発生します。はい、葉っぱを伴わない枝はですね、残してはいけません。こういったぶつ切りとかですね、寸胴切りと呼ばれている方法は、漏れなく枯れ枝を作ったり、ここから枯れてですね、でさらに木材腐朽菌が、こういった、付け根の方まで侵入して、枝を枯らす、最悪の場合木を枯らす原因になりますので、きちんと切って、カルスを負けるような状態にするっていうのがですね、正しい剪定になるんですけれども、このように半端を残すとダメなので、きちんとですね、切り戻しを行うんですけれども、切り戻しを行う際はですね、ここにこうぐじぐじっとしているブランチパークリッジというものがあるんですけれども、これを残して、切ります。ここからですね、こういう風に、切っていくわけです。はい、切りました。はい、こういう風にですね、斜めに、切るわけでございます。で、かつてはですね、フラッシュカットといってですね、もっとキワキワまでですね、ガーッと、切ることが推奨されておりましたけれども、一応この軸軸を残してですね、今現在は切るということをしております。そうすることによってですね、カルスの巻きがよりいいんじゃないかというふうに、現在言われているやり方ですね。もうちょっと太いところで切りましょうか。はい、ではちょっとこちらでもやっていきたいと思います。こちらもですね、ちょっと間引こうかなと思うんですけれども、こちらも同様にですね、3段階法で、切りたいと思います。切りたいところは、この位置ですね。はい、最終的に切りたい位置は、ラインをざっくりと出しますとですね、このブランチバークリッジを残しつつ、ブランチカラーもここですね、下の方を残しつつ、こういう風に切っていきたいということですね。ここからちょっと印をザーッとつけますけれども、こういう風にですね、切っていきたい。ここからこうですね、こういう風に、一応切っていきたい。この軸軸っていうところと、ここの下の襟の部分をですね、残すようにこういう風に切っていきたい、ですけれども、これ一発で切ろうとするとですね、ここが、剥がれて、樹皮がバーッと剥がれてですね、傷口が大きくなりますから、従来は、二度切りという方法でここを重りを落としてですね、こう切ってたんですけれども、その、重りを落とす時もですね、3段階法で切るということですね。先ほども言いましたけれども、一度この下側ですね、下側、こういった付近で、切り取ると、こういうふうにですね、枝を切ります。で、あまり深く、やりすぎなくていいです。これはですね、
1回目一度切りで切った時に、ビューっと、めくれるっていうものを防ぐ目的なので、このくらいで、大丈夫です。はい、であまり深くですねノコギリを入れすぎるとやっぱりこの重りでですねノコギリが挟まって、しまいますので、まあ、大体、こういうふうに、形成層1枚分ぐらいがですね届くぐらいで大丈夫です。でその後に、この上の方からですね切っていくというわけです。少しカメラの向きを変えましたけれども、この、切ったところの外側ですね、キブ側じゃなくて切ったところの、ちょっと外側の上の方からですね、切っていくという感じになります。ちょっと切っていきましょう。だいたいこの辺りですね、ぐーっとノコギリを入れて切っていきます。そうすると、まあ、枝の重みでですね、この枝が垂れていくわけですけれども、こういう風にですねパカッと割れてこう綺麗に外れてくれるということですね。はい、こういう感じですね、綺麗に外れてくれるということです。うん、ちょっと傷口見ましょうか。これがですね、3段階法の大きな特徴で、最初に一度切りでここ切った時もですね、もし、まあ、枝がすごい重すぎるとですねここまで樹皮が剥がれていたと思われるんですけど、ここから切れてますからね、ただそれを防いでるということですね。で次に、目的であった、この位置ですね、この位置から、切っていくということになります。で、ここ短すぎるとですねちょっと、危ない、かなと思いますので、もうちょっと長めでも、大丈夫ですけれども、まあ、一応こういうふうに枝の重りを落として、再度切り直すっていうことがですね、太ければ太いほど大事、になってきます。はい、こういう風にですね切ると、しっかり、切れると思います。断面もこんな感じですね。はい、うん、このジクジクの方を残して、この襟の部分も残すということですね。はい、綺麗に切れたと思います。最後はですねトップジン M ペーストですね、これを、塗っていくということですね。はい、これは殺菌剤入りの、まあ、融合促進、でありまして、まあ、カルス形成とかですね、これを促す目的があります。次にですねちょっと悪い例をやっていきたいんですけれども、まあこのくらいの木だったらですね剪定バサミがギリギリ入るかなというふうに思うんですけれども、一応一度切りで切ってみましょう。でちょっと誇張して切るんですけど、ちょっとこれ枯れてますね、しかも、はい、ちょっと誇張して切るかもしれないんですけれどもご了承ください。この辺ぐらいからですね切って、こういう風に、枝が下に重さでいきますよね。で手で押さえててもいいんですけれども、切るときに、はい、こういう風にですね適切に、切ったとしても、まあ、例えばですねこう枝の重みで、はい、枝の重みでですねこういう風になると、これを避けるために、3段階法をやるということですね。はい、こうなるとですね、さらにまた傷口も、深くなりますし、融合がですねしにくいですからね。